ゃあ球をいただいたら、皆さんこんばんは、バンドネオン奏者のひとしです。本日、ライブ配信という形で、ひとしバンダノバクインテッド、そして、こちらの5人の中に、ゲストでズーハン京子の、素晴らしいダンサーの2人をお招きしてですね、タンゴのコンサートを、お届けしたいと思っております。もうすでに、たくさんの方見ていただいてて嬉しい限りです。最初にこの僕のお話ししているマイクが視聴していただいている皆さんに、ちょうどいい音量で届いているかだけ、よろしければチャットの方に書き込みしていただけると嬉しいです。もうこの後、演奏を始めていきますけれども、どのタイミングでも構いませんので、それを書いていただけたら、それに合わせてまたスタッフの方に今日は、バッチリ対応していただけると思います。それではよろしくお願いいたします。今日はですね、特別に、少しのお席を用意して、観覧という形でまたこの配信を、何でしょうか、一緒に盛り上げてくださる方も、遊びに来ていただきました。なかなかこういう状況ですと配信をするときにはもう何でしょうね、僕たちはカメラのに向かって、ある意味虚空に向かって演奏するというなかなかストイックなことがね、それこそスタッフの方と一緒に作り上げるということが多いんですが、今日はそれをね聞いてくださる方々もいらっしゃって、心強い限りです。ということで、今日は皆さんご来場もありがとうございます。ということで、1曲目から始めていきたいと思いますが、最初の曲は、これはタンゴの名曲、そして、タンゴの神様とも言われたカルロス・ガルデルという方の名曲ですね。ポル・ウナ・カベサ、首の差でという、映画でもたくさん使われている名曲をお届けいたします。
ありがとうございます。ポルウナカベサ首の差でお届けいたしました。まあ、この曲はね、首の差で恋のレースに敗れるっていう、まあ、この単語と競馬の勝ち負けを、まあ、こう例えて作られた曲なんですけれども、まあ、それこそ CM でも映画でも、まあ、新しいところだとアルパチーノ主演の戦闘ブーマンっていう映画の中でも使われていた、曲でございました。まあ、メンバーの紹介もうちょっと後でしたいなと思うんですけれども、ここで素敵なダンサーのお二人をお招きして、もう一曲タンゴの今度はですねワルツの曲をお届けしたいと思います。まあ、タンゴにもいくつかリズムが、アルゼンチンの、ね、タンゴにはあるんですけれども、ワルツのことはスペイン語でアルゼンチンではバルスクリオージョ、クリオージョのワルツといったふうにも言ったりもしますが、その中の名曲の一つでデスデエルアルマ、心の底からという曲をズーハン京子のお二人と一緒にお送りしたいと思います。デスデエルアルマ。ワン、ツー、スリー、ツー。ありがとうございます。素晴らしい、ズーハン京子のお二人でございました。デスデエルアルマ、心の底からお届けいたしました。一応ちょっと業務連絡で大丈夫だと思うんですけれども、微妙にモニターが羽織りそうになってたのでちょっとそこの確認をしておいてください。この辺かあっちの辺がなんかなってたような気がしました。はい、今日はですね僕の、関わっているあの配信を、まあ、初めて見た方、そして何度も見てくださっている方、たくさんの方がいらっしゃると思いますけれども、
そういった方々は、まあ、いろいろねこの配信が変わっていくところを見てくださっていると思います。今日もねたくさんの方が、もう本当見てくださってありがとうございます。すでに83名、わすごい、83名、わお、ありがとうございますね。この5人の編成で、そしてズーハンさんたち、京宝さんたちと一緒にやるっていうのは、実は半年ぶりなんです。3月の30日にもともとは1回やったんですね。でその時というのは、僕たちは東京文化会館って上野にあります素敵なホールがあるんですが、そこで行われるはずだった東京春音楽祭の中の一つの単語のコンサートに出演する予定だったんですけれども、まさかの前日の昼間にみんなでリハーサルしている時に中止が決定というね。今こんだけ明るく言ってますけども、非常に辛かったですよ。その時にはもうマジかよってなりましたけど、でもやっぱりみんな集まってたんで、どうするってなって、で一応僕自身は今日もねご一緒していただいているギターの田中陽介さんと、そして今日今このカメラを撮ってるくれている、もともとパーカッション奏者の熊本博士くんの3人でライブ配信というのを3月8日から実は実験的にやり始めていました。そしてまあやってあったんですが、そこからまあなんとかこうみんなの知恵を絞ってですね、中止になって4日後にいきなりライブ配信をするというのをやったんですね。それが3月30日でした。そこから、半年ほどやってる間に、僕自身はいろんな配信のことを勉強して、気がつけば配信の仲間も増え、今日はスタッフがね、なんか気がつけば6人ぐらいいるんですね。本当は4人ぐらいでやるはずだったんですが、ちょっとイレギュラーにも手伝ってくださる方が増えて、そして皆さん見てくださってありがたい限りです。ということで、メンバーの紹介をしていきたいと思いますが、すでにお名前を出してしまったので、こちらギターから田中陽介オンギター。はい、もうこの陽介さんとはもういろんなところで僕はご一緒しているわけなんですけれども、この配信の最初の頃から、そしてもうなんかコロナ禍の中でいろいろね、情報交換をねもうネットでして、してこうしてみたいなことをずっとやっておりました。そして、もう一人、もう単語のもうこのリズムとかいろんなところをすべてもう指揮者のように仕切ってくださっております。そして、田辺和弘オンベース。そしてもう僕がギターの田中陽介さんと一緒に、バンダノバというトリオを、昨年の初めからご一緒させていただいております。ピアノは、阿部敦史。そしてこのバンドではこう一点でございます。単語バイオリンで、もう僕は今回のこの東京春音楽祭の時に、まあ、ある意味こういうバンド形式で初めてがっつりご一緒させていただき、その後ライブの配信でもデュオでも、2度もうすでにご一緒させていただきました。相田桃子オンバイオリン。そして改めましてバンドネオのひとしです。よろしくお願いいたします。チャットもねちょっとずつ拾っていこうと思うんですけれども、長くなってしまうので合間合間にそういう時間を取っていきたいと思います。みんな始まったよって、もうこれ京子さんが号令をしてくださってますね。前回の時もそうだったんです。京子さん着替えてる時がずっとチャットに参加してくださってたんです。さっきのダンサーのね、今日もねあんな感じでいいのって言われたら、もうぜひぜひって言って、うわ次の衣装もスーパー素敵ですよ皆さんね。この一部の後半でまた出てきてくださいますけれども、またスーパー素敵な京子さんとズハンさんもお楽しみにください。音もバッチリありがとうございます。十分聞こえています。音はちょうどいいです。ありがとうございます。音量映像大丈夫です。もう皆さんもバッチバチチャットガンガン進んでますよ。ありがとうございます。ということで、続けていきたいと思いますが、次の曲はですね、まあ単語の、まあ、4拍子の音楽でも何というかちょっとしたどっしりとした音楽、そして、まあ、情景的な、音楽だと思います。ピアニストでもありバンドネオン奏者でもあって、両方の奏者としても活躍されていた方で、フリアン・プラサという方がいらっしゃいまして、まあ、彼の作品でノスタルヒコという曲があるんですが、この曲をお届けしたいと思います。ノスタルヒコ。Thank you.
ありがとうございます。ノスタルヒコ、フリーアンプラザの名曲からお届けいたしました。ではですね、次はですね、メンバーのオリジナルも今回はちょっと取り入れながらやりたいと思っているんですけれども、まず1曲目は、ピアノの阿部敦さんの、曲をお届けしたいと思っております。皆さん楽しんでらっしゃいますか？阿部さん、ヘリウムガスとか行きました？ちょっと緊張して声が裏返ってしまいました。ごめんなさい。今日はですね、個人的なことであれなんですけど、素敵なメンバーと、ご一緒できるというのはとっても楽しくてですね、メンバーを独り占めしている気分になりますので、皆さんも一緒に楽しんでいただけてますか？カメラの皆さんも、ね、会場の皆さん、そして視聴の皆さんの皆さん、ありがとうございます。不詳私が今回のために曲を書いてみました。私ですね、 ありがとうございます拾いますねこういうの大好きですから、はい、家にお菓子とか置くじゃないですか。で、食卓の目の前になんとごま団子。それあれですよね、それこそ阿部さんがこの自粛期間中によくごま団子を食べました。食べました皆さん、ところで質問なんですけど、黒ごま派ですか、金ごま派ですか、どちらですか？結構黒ですか？大事です。もう大事です。この曲は黒と金の戦いでございますか？あ、どこが黒でどこが金なの？それはもう皆さんのお任せ。なるほど。黒ごまが好きか金ごまが好きか、僕はちなみに金です。おう、もうすでに戦いが始まってますよ、京子さんとの間であ、黒でしたか。そうですね、はい、もう金のように輝いていきたいですけど、まだ黒って逆にこうなんかレベルが高い感じがしますね。ちなみにブラックカードですか？ちょっと分かんない話やりましょうやりましょうやりましょう。ごま団子にかけまして、ごま団子という曲をお送りしたいと思います。ではそうですよ、これそう、この曲ね、多分メンバーみんな緊張が始まってるのに、阿部さんは余裕なんですよ。なんてこった皆さん自由に演奏していただいて、¡Gracias!
はい、ピアノ阿部敦史。ありがとうございます。ありがとうございます。無事金ゴマが勝ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さんいかがだったですか。もうすごい、ゴマだ、ゴマ激しいって書いてありますよ。ゴマ難しそうだ、田辺さんかっこいい、ゴマの気持ちになって聞こう、ゴマゴマイエーイとかいろいろ書いてあります。ありがとう。ノリがいいですね。僕の言い方もちょっとなんか早くなってしまいましたね。みんなそんなに楽しんでくれたんですか。そう、ごま団子大好きです。団子であればどちらでも贅沢言わないとか書いてると思います。 ありがとうございます、ね、素晴らしいコメントを残される人いますね。ピアノの人キャラ面白いって書いてあります。すいません、こんな人でごめんなさい本当に。いやもうその今ね書いてる人はあの配信業界のもうなんか第一線の方が見てくださってますね。すみませんね。うわすごい、安倍さん今日も絶好調って書いてますね。ありがとうございます。そんな豪華すぎて気遅れしてますけど、あ、ついてきてくださいよ。ついてきてくださいね。確かに豪華すぎますね。なんかもうもう今日はもう本当にいろんな方 の、 あのご協力でもうここまで来ることができました。まあ、引き続いてやっていきたいと思いますけれども、あの今日はですね、まあ、そのライブ配信皆さんどれぐらい見ていらっしゃるか分かりませんが、あの、まあ、僕と僕の今日一緒にやってるメンバー、後でまた紹介しますけれども、その配信の、ね、メンバーとの機材をみんなで持ち寄っていつも配信をやっているんですが、今日はカメラを7台使って、配信しております。7台使うっていうことはですね、何が起きるかっていうと準備と撤収がめちゃ大変なんです。もうとにかく機材がいっぱいあるので、もう最後ね終わってから片付けるときにもういかにこう元気にままそこに行けるかというのがもう今日の僕の課題の一つでございますけれども、またねそれをスイッチしたあのスイッチってビデオを切り替えたりとか、そういうのも非常にテクニックがいる作業で、そういうのも今日も素敵にやっていただいております。では何ですか、ここから団子三兄弟なのかそうなのかって書いてますけど、あの団子三兄弟しませんよ今日は。はい、この編成団子三兄弟だったらどんな風になるんでしょうね。またなんか全然違う感じになると思いますが、次は、1曲僕の、オリジナルの曲をお届けしたいと思います。タイトルはフェリックスという曲で、この曲は昨年僕がギターの田中陽介さん、そしてピアノ阿部敦史さんと一緒に、同じタイトルのものをの CD を出しました。フェリックスという CD を出しました。それのタイトル曲としても使っているワルツの、1曲でございます。では次はフェリックスお届けいたします。Thank you.
ありがとうございます。フェリックス、僕のオリジナルでお送りしました。この曲の、タイトルの意味はラテン語で、幸せとか幸福とかそういった、言葉でございます。まあ、アルゼンチンでね結構フェリスなんたらとかそういう、まあ、ハッピーとかいう時にもそういうスペイン語に、ね、あのなったりする時の語源になった言葉だと思います。それは、はい、あ結構いっぱいこの曲にも書き込みしていただいてありがとうございます。かっこいい、かっこいいは多分これこの前の話かな。いつかこの曲で踊ってみたいなって書いてたらこれ京子さんですね。いやーすごい、もうね出演者のこのアシスト最高ですよ本当ね。そしたらあの先生たちが踊ってる姿見たいです。あ、これは生徒さんがね見てくださってるんですね。この配信はワインが美味しくなる、あのワイン飲んでくださいぜひぜひ。見たい、あもうこれねダンス見たいって書いてくださってますね。この曲好き、 ありがとうございます。桃子さん素敵すぎる、これさっきのソロですよ。私もこの曲好きです、ありがとうございます。空を飛んでるみたい、素敵な曲ですね、ありがとうございます。もうまたそれもねバンドネオンのよりいいアングルですね。あ、これは完全にカメラマン的な視線で、カメラマンの今日の担当の、ね、方のことを言われてますね。ありがとうございます。あ、ピアノの音も沈んでて綺麗です。あ、嬉しいです、ありがとうございます。もう 生観戦素敵です。あ、もういらっしゃってる方がね書いてくださって、そうなんか配信の観覧っていう形で、まあ、僕はちょっと実験的にやってるんですが、来てる方に YouTube ライブに参加して感想をその場でミュージシャンに伝えることって、これ前はね、ライブ中にスマホ見てるとかある意味ちょっとなんだって感じだったんが、ある意味見てた方が嬉しいみたいな、ちょっとよくわからない、ね、見て参加してくれてたらさらに嬉しいですよ ね。しかも今チャットまた今106人ですよ。わお、すごい、ありがとうございます。お、ギターソロ良かった、ありがとうございます。どこかケルティックで草原でエルフが踊ってそうなイメージが湧きます。ちょっとファンタジーな反応、ありがとうございます。安倍さんのピアノやばいですよねって書いてる人、やばいですよねっていう後になんであんなに柔らかい音が出せるのでしょうって書いてくださってたりとか、ありがとうございます。もうすごい、もう今日の皆さんはもう本当にね、チャットのやつもガンガン言っていただいて、もう僕らもそれで上がっていきます。ということで、またお待ちかねのね通販京子さんのダンスを次はまたお届けしたいと思います。何でしょう、タンゴのダンスの中で、まあ、僕は自身もタンゴのダンス結構踊るんですけれども、それで踊ってる時に一番楽しいのっていうのは2拍子のリズムでミロンガっていうリズムがあるんですね。まあ、非常にこう、タンゴの中では原始的なリズムではあるんですけれども、奥が深いリズム でそのミロンガが好きでよくいろんな形で僕は演奏してるんですが、この5人で演奏するためにもともとアレンジした古典のタンゴの名曲を1曲お届けしたいと思います。次の曲のタイトルはミロンガでミスアモーレス、私の愛しいミロンガという曲をお届けいたします。
ズーハン京子のお二人に大きな拍手を。ねえ、さっき金ゴマと黒ゴマって言ってたあの京子さんが 金な感じの衣装でしたね。衣装はでもすごい日焼けされてるか、黒ゴマなのか金ゴマなのか若干わからないっていうぐらい。いや素晴らしかったです。大きな拍手をありがとうございます。そうで、しかもあれなんですよ、あの彼らの今日のダンスはそのステージの広さっていうのがやっぱり当日になるまで、あの、まあ、この配信の関係に合わせて組んで踊っていただいているので、まあ、即興なんですよね。でタンゴってやっぱり世界でも類を見ない即興でいろんなことができる踊りで、もちろん振り付けもあるんですけれども、今日も即興ですごく楽しい、ダンスをしていただきました。おー、またチャットもいっぱい書いていただいてありがとうございます。配信視聴マニアだけど生もやっぱ素晴らしい、あ、これはしかもこれあれですね、今いらっしゃってる方ですね。ありがとうございます。そういうことですね。あ、この曲めっちゃ好きです。あ、さっきのね、ありがとうございます。長いことミロンガに行ってないわ。あ、そうですね、もう今ねミロンガってその2種類意味があって、タンゴのダンス踊る、まあまあ、パーティースペースだったりパーティーのことをあのミロンガって言ったりもするんですけれども、まあ、あんだけ密着しますからね、なかなかこう不特定多数の人でやるっていうのがもう今もう世界中に NG みたいな感じなので、なかなかそういうイベントはできないんだと思うんですがね、もうちょっとあのそういうのも楽しめるね、あの時が来るまで皆さんで、まあ、音楽とダンスのこうやって見るやつでも楽しんでいただければと思っております。生タンゴかっこいい、ありがとうございます。京子さんの黄色いレジーナのドレス、黒い肌に最高に合ってる。そうですね、なんかああいうドレスってやっぱり黒いくしっかり焼けてる肌じゃないとね、なんか似合わないんですよねっていう話をさっきすごいしておりました。ダンスの迫力はすごいです。演奏もダンスも最高です。ブラボーブラボーって書いてる人もいます。ね、あの文字だけでやろうと思うとやっぱりいろんな書き方があると思うんですが、素晴らしい、最高です、ありがとうございます。そしたら今日もバリバリ即興だよってもう書いてる。本人がさすがやな、バンドすごすぎ、すごい盛り上がった、息切れた京子さんでした。もうすごい書いてる、早くない。京子さんめっちゃ早いね、チャット書くの。ありがとうね、着替えながら書いてるね、ありがとうございます。ではそういうことで、次で一部の前半の最後の曲になります。また後半も同じぐらいの時間やりますので、最後までお付き合いいただければ嬉しいです。では、前半の最後の曲でございます。まあ、僕自身もアルゼンチンに何回か、ブエノスアイレスに勉強にも行ったんですけれども、その時にあの、まあ、何でしょうか、まあ、一つ の、まあ、このスタイルを確立した楽団でオスバルド・プグリエセ楽団というのがあるんですが、そこの系譜というか流れを継いであのやってらっしゃるあのコロール・タンゴというバンドがあるんですね。でそこのリーダー の、 あのロベルト・アルバレスさんって、もうなんかカタカナが多くなったのでロベルトさんとかアルバレスさんでいいんですけど、そのにあの最後行った時は習っていました。でその時にも僕も生で演奏も聴かせていただいたんですけれども、そのプグリエセの楽団が演奏していた、曲の中で僕が一番好きなうちの一つを次は演奏したいと思います。昔からずっとカバーされ続けているタンゴの名曲なんですが、ロス・マレ・アドス、酔いどれたちという曲をお届けいたします。Thank you.
ありがとうございます。もう一度メンバーの紹介させてください。こちらからピアノは阿部敦史、そしてコントラバス、田辺和弘、ギター田中陽介、バイオリン相田桃子、そして図版京子の2人です。後ろに今いらっしゃいます映さないんで、そして私バンドネオひとしです。ありがとうございます。でここで一旦休憩にいつもしているんですけれども、実は、その休憩をただ休憩しててもあれなので、今日はちょっといつもほどチャットの拾い方がうまくできないので、皆さんには休んでもらいつつ、僕は続行で参加しながら、チャットの皆さんともちょっと交流したいなと思いますので、感想など、そしてなんか単語ってこんな曲とか好きとか、なんかそういうのがあったらぜひぜひチャットの方に書いていただけると嬉しいです。ということで皆様、ちょっと休憩ということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。これはこだわりのモノラルミックスなのかなって書いてあるんですけれども、それはどういう感想なんですか、これは。まあでもちょっとそこに関しては僕スタッフの人とのことがちょっと分かんないところもあるので、後で聞いておきます。コビアンは神、今の曲のね作曲家ですね、ファン・カルロス・コビアンという方の、作曲でロス・マリアドスお届けいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。観覧の皆さんもありがとうございます。いかがですか今日のライブ。シーン、ね、あんまり大きい声出せないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、気がつけば今でも107人いらっしゃいます。ありがとうございます。すごいですね。配信ライブとか今日見てくださってる方で、今日この、僕のやつだったりとかそういうのを初めての方は、もしよろしければ今後またこういう楽しい配信も続けていろいろバージョンアップしていきますので、よろしければぜひチャンネル登録、そしてリマインダー設定っていうのをそのまましていただけると、この配信が始まった時に必ず、はい、行きましたよっていうのが行きますので、ぜひお願いいたします。チャンネル登録の仕方がわからないという方は、その Google もしくはその YouTube のアカウントを持っていらっしゃれなければ、それは無料で登録できますので、よろしければそちらもしていただければ嬉しいです。水ありがとうございます、ね、ちょっとだけお水漏れますね。チャットも読みつつ、どうなってんだ。濃厚接触いいですねってさっきのやつに返して書いてる人がいらっしゃいますね。単語ってスーパー濃厚接触ですからね。あちらはご夫妻なので別に あれなんですが、なかなか、ね、たまにしか会わない人で単語を踊るってなると大変ですよね。お、ありがとうございます。つくばの、配信スタジオのつくばんさん、先月配信、出演させていただきました。もう一回、見てくださってありがとうございます。お疲れ様。ありがとうございます。即興だからこそ単語です。まあ、そうですよね。はい。あとは何を書いてくださってるかな。そう。で、さっきね、投げ銭ができないって書いてらっしゃった方がいたんですけれども、なんかリンクとは大丈夫ですか？あ、もうそれは修正済みなので、時々この書いてくださってるところに、ぜひお願いします。その投げ銭って言っても、この僕の配信の時は、まあ僕自身が最初にこのライブを配信を始めたのが今月、今年の3月からなんですけれども、何もこう知らないところから勉強しながら仲間と一緒に、こうやって、バージョンアップしてきました。それを、まあ、一重に、視聴していただいている皆さんに、こう、チャージという名の投げ銭をしていただいて、それでそれを使って僕が機材を買い勉強し、そして実践するっていうのを続けてきて、僕自身は毎週、日曜日にライブ配信っていうのを、18時からやるのは4月の、12日から始めて、次回の日曜日でもう23回目になります。気がつけばもう22回やってるわけですよ。いつもその時はスタッフも、ね、いなくて、一人で機材を毎回立て、4つのカメラを今は使いながら、一人でいろんなスイッチングとか切り替えもやりながらやっております。またどんなことやってんのかなってちょっと興味持っていただける方は、18時にこのチャンネルにアクセスしていただければ、毎週日曜日にやっておりますので、ぜひお願いいたします。あ、高評価しました。ありがとうございます。そうなんです。この、YouTube にはですね、このいいねマークと良くないねマークってあるんですけれども、よろしければいいねマーク楽しんでいただいている方は、ぜひ高評価マークを押していただけると、そういうのが多いとですね、要は他の、動画のおすすめとかにも出てくるわけですよ。なので、ぜひ押していただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。え、なんか音響の専門が来たって書いてますけど、誰が来てるんだ？それ。あ、須藤先生だ。西国分寺で、
配信スタ、配信じゃない、録音スタジオをやってらっしゃって、ライブ配信の第一線の静音作業とかをされてる須藤先生も見てくださっている、こっそり拝見してます、ありがとうございます。アナライザーで音声チェックしてますって、すごいマニアックなこと書いてますね分かる人にしか分からないことがありがとうございます。わあ、すごいすごいメンバーが見てくださってますね。そう、実は僕は最近その配信の裏方の仕事もやるようになりまして、あの自分は出る方もやるんですけど、裏方をやりながら自分の配信のための勉強もするっていう、なんかぐるぐる回ることをやりだしています。後でもご紹介しますが、今日の配信のスタッフで手伝ってくださっている方々とも一緒に勉強をして、そして、まあ、あのよりいい配信ができたらなというので、いろいろ動いている次第です。あ、こうね、ありがとうございます。やっぱり私は単語が一番、聞いて感動してか、なんでか涙が出ます。もう全然もう泣きまくってください。ありがとうございます。あ、ロスマレアドス、ブラボー、嬉しいです。会場の様子も想像しながら楽しんでます。後半も楽しみです。ありがとうございます。お、また111年になりましたね。長崎から見てます。お、長崎ありがとうございます。台風大丈夫でしたか。単語初体験です。とっても楽しいです。あ、本当に単語ね、独特な音楽なんですけれども、まあ、クラシックのようでもあり、ジャズのようでもあり、そして民族的な音楽といういろんな要素がある音楽でございます。やっと参加できます。あ、もうありがとうございます。前半のプログラムバラエティに飛んでいてとても良かったです。後半も楽しみです。ありがとうございます。あとは皆様素敵です。あ、もう嬉しいですね。あの、その須藤先生に絡んでる人がうちのスタッフ側に2人もいますね。はい、あ、楽しい、仕事しながら見てます。あ、湘南スカイチャンネル、あのジャズのねライブ配信をたくさんやってるチャンネルの方もありがとうございます。こちらでねいろんな配信もやってらっしゃるので、またよかったら見てください。当然いいねしました。ありがとうございます。チャージ済ませました。あ、ね、あの皆さん、あのこの配信応援してくださる方、ぜひチャージという名の投げ銭をよろしくお願いいたします。ストアーズっていうやつでコンビニ決済とか、そのなんかいろんな決済方法があるポンドと、会員登録しなくてもそれも使えます。そしてもう一つがペイパルっていう海外への、あの送金もできるやつのサービスと両方使っております。 C って書いてるね。見てます。ありがとうございます。子供と見ています。あ、嬉しいです。ありがとうございます。まあ、そんな感じでなんですが、あと近々の、ライブ配信で僕がやるやつ、ちょっと口頭になってしまうんですけれども、お知らせを2点、させていただきます。1点目は、次はですね、9月、来週ですけど9月の18日の金曜日、来週の金曜日ですねに、あの錦糸町って東京のね錦糸町のにあります、シルクロードカフェっていう素敵なカフェがあるんですが、そちらで、まあ、今日の配信スタッフの皆さんもまた一緒なんですけれども、僕とあと僕の配信にも何度か出てくれている、元シルク・ド・ソレイユのダンサーの熊谷博明さんっていう方、あの、まあ、僕は熊ちゃんとも呼んでますが、彼と、そしてあの、まあ、詩人であり朗読をして、そしてもともと演劇の役者でもある、久世孝臣さんっていう、まあ、久世くんって僕も呼んでますが、そのお二人に僕と、まあ、今日はカメラマンをやってくれているあのパーカッションの熊本博士くんと4人で音と踊り、そして言葉を紡ぐ、まあ、アートな、ライブパフォーマンスを予定しております。まあ、昨年からやっている組み合わせなんですけれども、あの詩の世界、そしてオリジナルの落語の世界に踊りと音楽が混ざるという、言葉で言うだけでは全く伝わらないこの不思議な企画を来週ライブ配信で、お届けしますので、それは20時からやる予定です。ちょっとねそれの告知のちょっとずつやってるんですが、もう今日のことで手一杯でした。明日からまた頑張りますということで、それも興味ある方はぜひこのチャンネルに、あの登録リマインダーしていただければ、来週の金曜日になりましたらお知らせいきますので、ぜひ登録してください。そして来月10月9日の金曜日にですね、今フルート協会、日本フルート協会の会場でいらっしゃいます佐々木誠さんという、まあ、元東京の、首席奏者であった、まあ、大ベテランの先輩と一緒にコンサートをするっていうのを、やりまして、それの配信も予定しております。あのコンサート自体は生で見に来られることもできるんですが、その場合は新大久保にありますスペースドゥというところでお届けします。その日はあのピアソラの単語の歴史をバンドネオンとフルートのデュオで、そしてピアノを加えてルグランタンゴというピアソラの対局もご一緒し、そして僕はあのバッハのシャコンヌをバンドネオソロでやる予定です。弾けるのかな、頑張ります練習しております。今そんなことも予定しているので、10月9日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、宣伝もこんな感じでございますけれども、今って休憩して何分ぐらいですか。わからない、 10分ぐらいした。ではここからあと5分だけ休憩をいただいて、再開したいと思います。
なので38分ぐらいから復帰しますので、その間僕ちょっと水もんでちょっと深呼吸してから戻ってきますので、皆さん少しだけそのままでお待ちくださいということで、また後ほどお会いしましょう。少しの間チャオ、またお会いしましょう。ありがとうございます。
お待たせいたしました。あっという間の僕にとってはもうなんか刹那の時の休憩でした。休憩だったのかっていう感じなんですけど、ね、かあのカナの皆様も、どうぞ後半もよろしくお願いいたします。あ、もうね、チャオ、これはなんだ、高評価しました。 ありがとうございます。なるほど、コントラバスが若干小さい。うーん、これあの聞いてらっしゃる方があのどういう環境で聞いてらっしゃるかにもよると思うんですけれども、もしあのスピーカー、イヤホン等で聞いてらっしゃらない場合は、あのちょっとそういった環境で聞いていただけるとそのコントラバスがもっと聞きやすくなるかと思います。どうしてもスマートフォンとかタブレットのあのついてるスピーカーっていうのは低音がしっかり聞こえないので、あの聞いてくださる方の環境がもしそうでなければ、うん、そうですね、状況によりけりで、のベースの音もちょっとだけあのスタッフの方に手伝っていただこうと思います。2部の最初にですね、今日のスタッフの皆さんを、紹介したいと思います。メインで主にカメラを今やっていただいております、パーカッション奏者なんですけれども、彼自身はあの僕の配信のやつを全部最初から手伝ってもらっています。多分近々僕と一緒に演奏しているのがその来週の金曜日に見れますよ。あの彼の素敵なパーカッションとともにです。熊本博士、熊門です。皆さん熊門と呼んであげてください。そして、今日の音響照明を一手に担ってもう大活躍でございます。僕 の, あの配信でここ何回かもずっと一緒にやっております。アメタニケイスケ、そしてアメちゃんです。そして、今日は、スイッチャーをあのビデオの切り替えをですね、主にずっとやっていただいております。浅野博士アッピーです。そう。なぜ僕がみんなあのこうあだ名っていうかニックネームで言ってるかというとですね、スタッフの人の名前全部こうだけ言われると多分一瞬で忘れると思うので、あのニックネームで少しでも覚えていただければと思っております。そして今日はあの配信のオペレート、これねすごく重要なあのポジションなんですよ。僕もあの一番勉強したポジションの一つなんですけれども、あのその部分をね、あのもともと配信のスタジオも持ってらっしゃって、でそして自分でもそういうこともやってらっしゃる方ですけれども、チェリストでもありながらイベントのオーガナイズももともとやってる方です。滝田めぐみさん、めぐみんです、ね、素晴らしい皆さんに囲まれて、今日はお届けしております。アッピーって書いてあるね。アメちゃんってアッピーって書いてる人もいます。ニブダー、あ、もうニブダーって書いてあるのは京子さんですね。なんか僕なんか見つけると大体京子さんのなんかいきなり見つけている。さすがですね。クマモイエーって書いてる人もいます。クマモーンって、皆さんチャットの書き方がね、あの上達してる方とかもうレベルが高い方も多いですね。今日はありがとうございます。クマモンめぐみーんって書いてる人もいます。これ同じ人がなんかいい感じに書きに変えてくださってますね。ありがとうございます。はい、めぐみんです。あ、チャット管理も今日ねしていただいてます、めぐみん。さすが、もう素晴らしいですね。そう、僕の配信で、ね、時々ね、あのスタッフの人が自分のアカウントで入って感想を書いてる時があるんで、アメちゃんがね、俺この曲好きですとかで書いてる時があったりとか、まあ、あのそんなあのみんなのこの連携のもとに今日の配信もお届けしております。それでは2部の第1曲目、お届けしたいと思います。オラシオ・サルガンという素晴らしいタンゴのピアニストがいらっしゃって、彼の代表曲の1曲でもございます。ドン・アグスティン・バルディ、ア・ドン・グスティン・アルビ、あ、違う、一文字抜かしたら噛みましたね。ア・ドン・アグスティン・バルディ、アグスティン・バルディという、まあ、素敵な作曲、そしてたくさんの曲を残した方の、ために捧げられた曲です。ドン・アグスティン・バルディに捧ぐ、お届けいたします。Thank you.
アグスティン・バルディに捧ぐお届けしました。この曲ね、もう非常に単語らしく楽しい曲なんですけど、めっちゃ難しいんですね。息をなんかちょっと気を抜くとってなってしまうようなところがたくさんあって、でもなんかこのサルガンという方は、まあ、単語に一つの革命的なあのエッセンスを取り込んだ、代表的なピアニストの方でございました。ドガ・アグスティン・バルディに捧ぐ。ではまた、もう今日もチャットでも大活躍の京子さん、そしてズーハンさんのお二人をですねお招きして、次は、まあ、タンゴの、まあ、何でしょう、黄金時代と言われている時代に大活躍だった、バンドがよく演奏していた一曲、ダリエンソバンドっていうのがあのグループっていうのがあったんですが、そのファンダリエンソ楽団の、レパートリーの一つでもありますマイポという曲をお届けしたいと思います。マイポ。ズーハン京子の二人に大きな拍手を。すごい、もうまた素敵なドレスで、もうなんかこう何でしょうか、出てくるたんびに歓声が上がってしまうっていう、もうね、そして戻ったらまたチャットに参加するスーパーレディですね、ウーマン、なんて言いたい、仕事しすぎですね。すごい、マイポをお届けしました。もともとね、こういう音楽っていうのは、まあ、あのアルゼンチンが、まあ、こうなんていうか、まあ、ある意味景気も良かった時代にバンドネオンがまあ3人とか4人とかいて、そしてバイオリンも3人とか4人とかいてっていう大編成で、あの、まあ、いわゆるタンゴオーケストラ、オールケスタという編成でよく演奏されていました。まあ、日本でもね、そうやって演奏されてた時代、タンゴがすごく人気あった時代っていうのは、そういうお店が、まあ、東京とか大阪とかそういうところ中心にあったらしいんですけれども、もうなかなかね、今常駐それを毎週とか毎月聴けるっていう場所も日本にもなくてですね、あのアルゼンチンでも場所とかの時を選ばないとなかなか見れないっていうような、まあ、あの希少な編成の一つになってしまいましたが、はい、おすごい、もうなんかまたチャットがすげえ進んでいる。ひとしさん、バンドネーム素敵でした、ありがとうございます。ブラボー、コントラバスもいいって書いてありますね。ズーハン京子ってまたなんか叫んでる方もいますね。ダンスも素晴らしい、これが即興だなんて、これまた即興に対して言ってますね。もう本当確かに
息を飲むような、そしてドレス素敵エレガントって書いてあります。そう、古典単語かっちょいギターがまた気分いいという感じで書いてありますね。まあもともとこれ音楽にはギター入ってないですからね、そういう意味では。だからなんかこうそういう意味ではこの編成でやるっていうのはまあちょっとアレンジをしているので元とは違う雰囲気にはなってしまうんですが、そういうのも楽しんでいただければと思っております。参加するよチャットってこれ京子さん書いてますね、さすがね。ズーハン先生の蝶ネクタイもおしゃれと書いてあります。はい、生で初めて単語を見ましたがとても魅力的、あもうねもうこれを機に単語を楽しんでください、ということで、次の曲に行きたいと思えば今度はですねそのギターの田中陽介さんのオリジナルの曲をお届けしたいと思うんですが、ちょっとマイクをね取らないといけないですね。ちょっといけます？あはい、もうあそれでスイッチをグーッと押さないといけないんですね。そう、ああ来ました来ました、ありましたね。改めましてギターの田中陽介さんです。こんばんは、ありがとうございます。次は僕の曲ということで。そうですね、急に話が陽介さんになってしまいました。はい、はい、これでもあれですよね、ちょっと単語のリズムは使ってるのに、まあ、ある意味一風変わった。なんでそんな笑ってるんですか？書いた本人ですよ。いや単語っぽいオリジナル曲持ってきてくださいって言われて僕これしかなくて怒られそうだな。いやいやそうですね、なんか、まあ、今日も何回もか出てきている単語の、まあ、技法とかリズムで順番っていう、まあ、単語の特殊奏法があったり特殊なリズムがあるんですが、まあ、それをフォーカスして書かれた曲ですね。そうなんです、そのリズムから出てきて、はい、順番のリズム使いたいなと思って。なんで笑ってんですか？様子がおかしい。順番のリズム使いたいなと思って作ったらなんか5拍子になっちゃって、これは順番って言っていいのかわからないんですけど、僕の中ではそうですね、多分この単語マスターであるこのベースの田辺さんが非常に最初困惑していらっしゃいましたね。なんかこれは順番なのか、これをお前は順番だと思ってるのか。そういやそういうことじゃないと思う。いやそれをリハーサルの当日にすって渡されてもちょっとっていう話じゃないですか。そうですよね。いやでもそれがね、まあ、いやすごいもう田辺さんのベースで弾くのすごい楽しみにして、ね、やっぱり順番といえばやっぱりコントラバースのね、そうなんですよ、とピアノのこのコンビネーションというのは非常に特徴的で、まあただ5拍子なんですよ。単語に5拍子ってないんですよ、もともとだからね、こういうやり方をしている人っていうのは世界にも少ししかいらっしゃらないと思うんですが、まあそれをお届け したいと思います。はい、高原の順番という曲をお届けします。なんかいろんな声援が聞こえる。
ギター田中陽介。いやアルゼンチン人もびっくりですよ。こんな曲アルゼンチン人書いてますかね。多分発想がちょっと違いますもんね。すごいわ。そう、僕結構多分これのほぼ初演の頃ぐらいから僕弾かせていただいてるじゃないですか。だから僕はへえと思いながら最初やってて、今は当たり前に楽しんでるんですけど、で久しぶりに皆さん初めてっていう方とやった時にえっていう話になってて、あ、うん、そういう反応なんだなっていう、なんかこの、 温度差を感じたりとかするのリハーサルでね、だからそれも面白かったなっていうのが、ね、ありました。高原の順番、改めまして陽介さんに大きな拍手を。あ、そういろいろ書いてありますね。あ、ニャボセボの曲ですねって、あの他のね、あのクライネットのサイコさんとやってるやつ あのファンの方も今日は見てくださってるみたいです。11月の、じゃあ11ヶ月の娘がリズム乗ってました。 5拍子にすごくない。乗れちゃった。まあでもなんかある意味5拍子なんですけど、2拍子的に書かれてますよね。ずったかずったかったみたいな、まあそんな風に言ったところでね、あのちょっとややこしくてすみません、今余計なこと言いました僕。そっちに行きたい、ギターいいって書いてありますよ。陽介さん、陽介って書いてる人、なんかいろんな、一応その皆さんの代弁してますよ、僕は。書き方でね。田辺さんって書いてる方もいらっしゃいます。ありがとうございます。単語に限らず5拍子の曲初めてです。ああ、まあそうですね。あんまり世の中一般的ないですもんね。ピアノソロ、安倍さん、わお、迫力ですねって書かれたり、もうね、そんなもう皆さんのお声がどんどん届いております。はい、僕はもう実況者みたいになってますね。なんかね、こうな、競馬の実況者みたいですね。はい、始まりました、ピアノギターのソロから、みたいな、なんかこうたくさん書いてくださっててね、読みきれない。また読んでいきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。パーカスアンサンブルみたいで面白い。そうですね、さっきそんな瞬間も出てきました。桃子先生、夫婦で見ています。バイオリンのソロもいいですねっていろいろ書いてありがとうございます。はい、僕は次の曲リハで聴いて好きになりました。これはアメちゃんが書いてますね。なんかあの予告。予告かな。はい、次の曲はですね、あのご紹介しましょう。バイオリンの相田桃子さんのオリジナルの曲をお届けしたいと思います。マイクは多分その辺にありますね。はい、素晴らしい MC ありがとうございます。あの実況者として、今日はここにおりますね。はい、桃子さんが、このリハーサルの時に持ってきてくださって、僕は初めて演奏させていただいたんですけれども、改めましてバイオリンの桃子さん、相田桃子さんです。ありがとうございます。バイオリンの相田桃子です。よろしくお願いします。ねえ、もう何でしょう、あのね、ちょっと重い曲がたくさんある中、すごく軽快な曲を持ってきてくださって、そうですね、あのサクッとできるかなと思った曲。これ本当にサクッとできるんですか。なんですけど、サクッとかな。意外とこうなんか みんな各々なんかあるみたいですけど、本当にでもね、非常にね、すいません、いやいや、みんな楽しく、なんかなんでしょうね、あの本当にこう、後半ちょっとお祭りじゃないんですけど、みんなでこうカーニバルのようになるような曲ですよね。あ、この曲ですね。はい、あのカーニバルの曲なのでね、もともとカンドンベっていうのが、あのアルゼンチンのお隣のウルグアイ の、はい、あの音楽ですよね。そうですね、ウルグアイの。ウルグアイにも行かれたんですか。一時もウルグアイの音楽にすっごいハマっちゃって、私アルゼンチンに行くたんびに、あの高速船、あの船があるんですけど、2時間半ぐらいでウルグアイまで行って、モンテビデオっていう街に行けるんですけど、そこ行ってはこのカンドンベの行進とかムルガのコンサートとか、うんうんうん、ずっと見に行ったりとかして、ね、もう一番近いお隣の国というか、もうなんか隣の町みたいなところがもう隣の国なんですよね。そのブエノスアイレスの隣が、うん、なのでなんか僕もそれで行ったこともあるんですけれども、あの日帰りもできますもんね、やろうと思えば。全然できます、ね。まあ、いつも2泊ぐらいはしてましたけど、はい、とにかく黒人がアルゼンチンにほとんどいないんだけど、うん、ウルグアイにはもうその文化が残ってて、そうですね、でも太鼓の、太鼓だけの音楽なんですけど、打楽器アンサンブルですよね。打楽器アンサンブル、うん、そのやつがもう書いてありますが、カンドンベへの400クアトロシエントスって、クアトロシエントスっていう私のバンド用に書いたカンドンベの曲っていうことなんですけど、それがタイトルに入ってますね、まあ、はい、ということで今日はね、5人いるので、あの500って書けばキニエントス、ね、あ、そうしましょう。じゃあ今日はカンドンベ、今日はカンドンベキニエントスで、ね、でもテロップ400で出ちゃうんですけどね。あ、そっか、プラス100でお願いします。プラス100で。、はい、ではカンドンベクアトロシエントスお届けします。
バイオリン相田桃子。いやースーパー楽しい曲ですね、この曲。こうみんなで歌い上げてね、まあ、ちょっとあまりねこう大声で周りで歌いづらい世の中ではありますけれども、今日ね皆さんとちょっと距離ありますからね、届きませんから、いろんなものが。はい、ありがとうございます。おーすごい、チャットもいっぱい書いてあります。ライブで聞きたいな、単語の曲に元気もらってます。そしてカンドンベ、土臭いかと思いきやおしゃれ楽しい、情熱大陸を感じますって書いてありますね。ね、全然リズムは違うんですけれども、ね、あっちはジャズのサンバですからね。そして、何受けました今桃子さんいつも素敵って書いてありますね。確かマンダラで演奏されましたよねって書いてある人も、これはね聞きにも行かれている方だと思います。ギターかっこいいって書いてあります。肉声最高、上がるコーラスかっこいい、歌もいい、ラテン歌声素敵ですね。やべえなって書いてるのは、これ好きって言ったらアメちゃんですねスタッフが紛れ込んでいますよ、チャットの中に楽しい、歌うひとしさん合唱、横でズーハンも歌ってるし、これはスタッフの横で聞いてる方がいてますねピアノソロブラボーと、もうすごく盛り上がりました、ありがとうございます。もう一度大きな拍手を。ありがとうございます。桃子さんのところまででこう非常に盛り上がったところで一旦少しクールダウンする曲を次はお届けしたいと思います。次の曲は僕のオリジナルの曲で、だいぶ前というか、これ実は僕ね一番最初に書いたオリジナルの曲なんですよ。そうなんです、結構前なんですけど、で最近ちょっとまた弾いたら面白いなってなってきて、でそしたらなんかね安倍さんがすごいこの曲 ね大好きですって言ってくださって、本当に好き、ね、安倍さんねそういう時に、ね、僕好きなんですよってスバッて言ってくれるから逆にドキッとしちゃうんですねいやほらなかなかそういうのってほらなかなか、ね、考えすぎじゃない、違う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 、そうじゃなくてその感想をねそういうダイレクトな言葉で共演者にズバッて言って意外と言えなかったりするじゃないですか。あそうかな、いやそれあなたがそうか安倍さんはそういう方だからね、いや、やっぱねいいものやっぱ心打たれるって素敵じゃないですか。もちろんです。なんか音楽家は特にそれをダイレクトでね、うん、曲を演奏した時にある意味あここが好きってこうね、そうですね、言えるポイントなんかがあったりしてですね、そこを一個見つけられただけで結構その日ハッピーです。あー割とこの曲初めてやった時もあって思ったもん。ピアノはそういう意味ではそこまで出番はない曲なんですけど、うん、なんかその一員になれることの喜びをとても感じる曲。みんなでアンサンブルを作るというか、そうですね、そういうやつですよね、はい、もう今日も僕 もう皆さんのおかげでその喜びをたくさんいただいております。その阿部さんが好きだと言ってくださった一曲なんですが、タイトルはジェリーフィッシュという曲です。でこの曲はまあその字のごとく、クラゲという意味なんですが、まあ、それこそちょっとした水族館の中にいるような気持ちで楽しんでいただければと思います。お届けします、ジェリーフィッシュ。
ありがとうございます。ジェリーフィッシュ、お届けいたしました。おすごい、なんかクラゲを楽しいい感じ楽しんでくださってる方がいっぱいですね。ね、ふわふわしてきましたか。ね、年間パスポート持ってます。ちょっとなんか話が違う気がする。いや、水族館よく行かれてるんですね。夫婦喧嘩の時にいいかもってすごいな。落ち着くんですかね、それを聞いていただいて。ね、本当。ああ、そうですね、アートアクリウムでもいいかも。そうですね、まあ水族館で使っていただければ最高でございます。はい、クラゲに見えてきた、プレイヤーの皆さんがね。そう、本当ですか。はい、スタッフにはクラゲになってるかもしれません。ああ、もういいアシストありがとうございます。そうですね、気をつけないとスタッフが寝る可能性がありますね、これを聞いてると。リラックスしすぎで。はい、お届けいたしましたジェリーフィッシュでございました。なんかね、もう陽介さんがこうもうよりこの水族館の世界に導入する音をたくさん出してくださいましたよね。あれ多分 単体で聞くとちょっとね、ハワイアンのような音も鳴ってましたもんね。そう、なんかそれがまさにこの音楽に合ってしまうということで、それではお待たせいたしました。また図版教皇のお二人をお迎えして単語の重厚な一曲をお届けしたいと思います。ちょっとね、僕もあれですよ、ちょっと若干早口気味になってきたのが落ち着いてまいりました。演奏しているとね、ふわふわした気持ちになるとそういうこともありますが、次の曲は、先ほどはドン・アグスティン・バルディに捧ぐという曲をお届けしましたが、次はエバリスト・カリエゴに捧ぐという曲をお届けします。まあ、これは詩人の方なんですが、でこの曲自体というのは先ほど僕も、まあ、アルゼンチンで習っていたその、プグレーセスタイルというところの方々がもうなんていうかこの曲のかっこいいアレンジをね作られて、でそれをベースにもういろんな今の人たちもカバーし続けている名曲でございます。まあ、それこそダンスのショーでもうよく使われる一曲なんですが、それをお二人に踊っていただこうと思います。エバリスト・カリエゴに捧ぐ。Thank you.
夕飯京子の2人の大きな拍手をエバリストカリゴ超素晴らしかったです。イエーイ、ありがとうございました。いやーすごいダンスでございました。そして超かっこよかったですね。ね、あのもうかっこよかったと観客の皆さんも楽しんでいただいております。ありがとうございます。すごい、ちょっとここでチャットを確認しますね。超好きって書いてる人もいます。わーかっこいい、めっちゃ素敵、セクシーなドレスですね。そうですね、背中ばっくりでした背中ばっくりでしたねかっこよかったですね。さっきまでのねカラフルなところからの今度は真っ黒でかっこよかったですね。踊りがダイナミック。ええ何、あごま団子、あ黒黒ごまね。あのそう、金ごまから黒ごまに今日はもうなんか全てを網羅してる京子さんでございます。すごいダンス素晴らしい。ひとしさんのファースト CD 入ってます。あそうなんです、ありがとうございます。息ぴったり、めっちゃ素敵です。超セクシー、うおーって書いてる人もいますどの音を聞いているのかがすごく伝わってくると。あまあね、タンゴってこの音のメロディーを拾うのかリズムを拾うのかいろんな踊り方があると思うんですけれども、まあ、それがねあのもう存分に伝わる踊りだったかと思います。ブラボーって書いてますね。仕事終わったって京子さんもう書いて、早くない早え、切り替えすごいね京子さん、すげえ。ルービーって書いてるね、もう打ち上げモードになってるあの人早い僕たちもう一曲残ってるんですよすごいダンスでかっこいいですね、本当です、ありがとうございます。いやね、あここまで乗り切っていきましたけれども、今日観覧の皆さんはいかがだったでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございますね。もういやもう僕自身もまあ他の、ね、メンバーの皆さんもそして今日いらっしゃる方そしてスタッフの皆さんもそうだったと思うんですけれども、いやもうある意味3月から4月っていう時っていうのはもう本当暗黒の時間だったと思います。まあ未だにもちろんその延長ではあるんですけれども、この間にみんななんかあの希望を探し、そしてあのなんかそのこの環境に慣れつつ、まあ、あの次はどうしようっていうところで新しいあの一歩を出している時なんじゃないかなと思っていて、で、まあ、僕なんかはこの配信というものに出会って、あなんて面白い、まあ、僕にとって遊びを見つけてしまったみたいな、まあ、ちょっと残念ながらお金のかかる遊びなのであのそうなんですよ、お金かけないとね今日みたいな配信はできないんですね。でただそれは今まで僕がこの配信を応援してくださってる皆さんのお力添えがあって今日ここまでですよ。あの勝手にやってるんですよ、誰かにやってって言われてないです、勝手にやってこんだけのことを僕たちはやれるようにはなりました。でそれをですね、あのこれから、まあ、ある程度あの定期的にいろんな形であのそれこそもっとダンスがメインになったイベントとかもやってもいいかもしれないですし、この、 あの同じ編成でもまた違う皆さんの素敵なオリジナルだったり違う単語の曲とかそういうのを取り上げたあのイベントもやっていきたいと思いますので、ぜひこれからも応援していただけると嬉しいです。そしてあの、まあ、その簡単な応援の仕方はもう簡単ですよ、皆さん僕たちにチャージ投げ銭してください、もうそれしかありません。もう分かりやすくしていただくことで僕たちがそれをまた次につなげていきますので、ぜひぜひ応援してください。あの、まあ、それ以外の方法としてはもうこの今日の配信あの少しの間あのもちろんアーカイブ残っていきますので、よかったよっていうのを SNS とかお友達につぶやいたり紹介していただくことでまた広がっていきます。なのでいろんな形で応援していただければ、それこそメンバーみんな CD 出してますので、 CD を買っていただくだけでももうね、あの買うのはただお金を払うだけじゃなくて気がつけば CD を聴くこともできるんです、当たり前かそんなのね、ちょっと言いながらちょっとおかしいな僕何言ってんだろうと思いましたけれども、いろんな形で応援していただいて、そして僕たちはその力をいただいてまた皆さんに楽しいライブ、それこそ生で見れる機会もあの少しずつ増えていくでしょうし、こうやって配信で東京にいなくてもこういう素晴らしいメンバーの演奏が聴けます。なのでこれからもぜひ応援いただければ嬉しいです。本日は皆さん聞いていただいて、そしてここに参加していただいてありがとうございます。あと1曲お届けしたいと思います。ありがとうございますひとしさんは沼にズブズブ沈んでおりますって書いてあります。もうスーパー配信沼に僕はズブズブ入ってますよ。そういろいろありますよ、カメラ沼、音響沼、そして、レンズ沼っていうのもあります。あのもうねびっくりするぐらいね、あのあれなんですよ、僕こうやって今配信なんか当たり前のように出る側も裏方もやったりしておりますが、僕は4月の頭までデジカメ1個も持ってなかった人間です。マイクもあの1本も持ってませんでした、その配信に使えるやつは。でそこから今日配信で手伝ってくれてるこのカメラのくまモンですよ、くまモンが使ってない、あのパナソニックルミックスの GH2 というあの、まあ、やつを
安く譲ってもらってですね、でそれと1個だけコンデンサーマイクを買って、でその2つだけで配信をしました。もうびっくりするぐらい最初事故いっぱい起きました。でも僕はもう多分その最初の頃に起きそうな事故は起こしながら全部解決してきたので、今もう全く怖くないです。もう自分が裏方にいたら何か起きても大体原因が分かるので、もう任せてくださいって言えるぐらいになりました。なのでもう最近そういう仕事もやるようになったので、ね、配信こういう感じでやってみたいという時は僕が信頼している仲間とともに あなたの配信のお手伝いもできますので、裏方としても言っていただければいや今行きますよ、ね、ぜひぜひ応援、そして応援僕らも応援しに行きます。なのでお互い楽しくやれるようにと思っておりますので、よろしくお願いします。応援してます。時間経つの早いですね。もうラストなの寂しい。そしてそんなこと言ってたらまた今後ね、聞ける機会もあると思いますので、その時もぜひ遊びに来てください。そしてライブ見て友達にもご紹介いただければ嬉しいです。ということで今日の最後の曲は、まあ単語と言いつつ現代的な、まあ現代というにはもうちょっと前の方ですけれども、まあ単語を新しい時代としてこう世界に広めた立役者に、バンドネオン奏者であり作曲家のアストル・ピアソラという方がいます。まあどちらかというと単語の業界とか音楽をあんまり馴染みがない方でも、ピアソラという方の作品はどこかで聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。まああえてというか気がつけば今日はピアソラの曲一曲もやってないんですよ。まあなんかそれは意図的ではなくて、気がつけばやらないままでいたので、あ、一曲やりましょうっていうことにリハーサルの時になり、でこの彼の多分一番の代表作です。アルゼンチンでも今でもよく大切に弾かれている曲で、彼のお父さんが亡くなった時にレクイエムとして、書かれたアディオスノニーノ、さよならお父さんという曲を、お届けしたいと思います。アディオスノニーノ。Thank you.
ありがとうございます。ひとしバンドナは金テートでございました。ありがとうございます。そして図版京子の2人も、お迎えしたいと思います。アディオスの2のお届けいたしました。あ、どうぞどうぞ、あのいらっしゃい、いらっしゃい、 せめてこの近くで一緒に映れるところにいらっしゃいます。ありがとうございました。改めまして図版京子のお二人です。大きな拍手を。そしてバイオリンは相田桃子。ギター田中陽介。コントラバス田辺和弘。ピアノ阿部敦史。バンドネオひとしでお届けいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今ねカメラ手で持ってくれてるから立っていきますね。ありがとうございます。そして、カメラやってくれましたくまモンです。どうも。音響照明アメちゃん。そしてスイッチャーはアッピー。配信オペレーターはめぐみんです。ありがとうございました。いやもう皆さんに支えられて今日ここまでやってくることができました。次回まだいつやれるかちょっと分かんないんですけれども、今日の応援具合で次回が決まる可能性があります。ですので皆さんからチャージ投げ銭ぜひぜひよろしくお願いいたします。もう随時受けております。今の配信が終わってからもちろんできますのでごゆっくりやってください。合間にこのチャットに書かれてたり動画の説明の概要欄にも書いてあります。そして気に入っていただいた方はぜひいいねマーク押していただけると嬉しいです。またそれを励みに頑張っていきたいと思います。それではまた、配信でそしてどこかのコンサート会場でもお会いいたしましょう。それではありがとうございました。またお会いしましょう。チャオ。ありがとうございました。ありがとうございます。